ご案内いたします。この列車は紀州路快速天王寺大阪方面京橋行きです。止まります駅は、武蔵田、紀伊、泉砂川、上野、熊取、東岸和田、泉府中、大鳥、三国ヶ丘、堺市、天王寺、新今宮、弁天町、西九条、大阪の順に停まります。関西空港方面へお越しのお客様は、上野駅でお乗り換えです。発車までしばらくお待ちください。中時快速京橋方面行きが発車します。発車いたします。ドアにご注意ください。
泉石油大鳥三国ヶ丘堺市天王寺新宮宮天天町西九条大阪の順に止まります。関西空港方面へお越しのお客様は目の前でお願いします。お手洗いは一番後ろの車両前寄りにございます。電車ただいま4両で運転しております。途中姫野駅で後ろより4両電車をつなぎます。車長は前田です。途中姫野までご連絡いたします。次は三曽田です。三曽田を出ますと次は新井に止まります。お客様に車内での携帯電話のご使用についてお願いいたします。各車両前寄りに設けております優先客席付近では携帯電話で電源をお付けください。それ以外の場所ではマナーホールの設定内で通話をご利用くださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。これ口は左側です。三方を出ますと次は新井に止まります。ドアから手を離してお待ちください。発車いたします。ドアにご注意ください。
お出口は左側です。次を出ますと、次は一日側側に止まります。ドアから手を離してお待ちください。失礼いたします。ドアにご注意ください。
川は三国品川です。この道は左側です。三国品川を出ますと、次は姫路に止まります。ドアから手を離してお待ちください。ドアにご注意ください。関西空港行きは橋を渡られまして、避難所までお待ちください。
ひねの列で、この列車の後ろに4両便車を使います。ひねのから先は8両で運転いたします。連結作業終了後の発車となります。発車までしばらくお待ちください。ひねのを出ますと、次は島取りに止まります。ドアから手を離してお待ちください。どこに行くのか、ご覧ください。